2人のご飯の準備をしています。今日は、これは牛肉の骨とかも一緒になっているミンチと、これが鶏もも肉の半生と、ブロッコリースプラウト、ムール貝、ウズラの卵、ブルガリアヨーグルト、あとはアボカドと甘みをです。盛り付けていきます。外でもたくさん食べてるので、家で食べるのはちょぴっとです。これは牛肉と、あとは骨とか野菜とかバランスよく入っている総合栄養食です。ここに鶏肉、半生な感じに強化してます。鶏肉、で、こちらの卵も殻ごと食べます。卵の白身は良くないっていう書いてあることもあるんですが、白身と黄身は一緒に食べれば問題ありません。あとは殻が嫌いなので入れません。で、ムール貝はすごく関節にいいって言われているので、大型犬ではあげたい食材かと思います。ブロッコリースプラウトもすごいいい栄養があるので、まあ、彩りもいいので入れます。ちょっとちょっと入れて、アボカドもまだ日本では危険な食材で調べるとアボカドが出てくるぐらいなんですが、海外ではもうアボカドは食べても大丈夫っていうことが分かってきて、これが完成した感じです。よし、アトムくん、はい、どうぞ。アトム、はい、ご飯、はい、どうぞ。はい、ルイもハス、はい、どうぞ。はい、ルイ、おいしいね。ポイントアトムの食べ方は全然違くて、アトムはお上品に食べるんですが、ロイはもう早いね、ロイ早いな、ロイ食べるのがもうなくなりました。ロイは早っ。ロイ、アトムはお上品にまだまだあります。2人が美味しそうにご飯を食べているところを見るのがとても幸せであります。はい、ルイくん完食、美味しかったね、美味しかった。はい、偉い偉い、座ってみてよ。そうだ、そうしよう。あ、兄ちゃん食べた、ちゃん食べたね。はい、でアトムが食べると必ずアトムのお皿に食べ残しがないか確認に行きます。なんかロイ残ってた？残ってないはずだよね。アトムは食べ終わるとごちそうさまって言いに来てくれます。美味しかったですか？美味しかったね、ロイも美味しかった。